亀切龍之介くんは本当に巻き込みプリンスなんですよ。巻き込みプリンス。本当にもう、あの、僕、逃げられないなと思ったことがあって、あの、まず現場、京都の方で撮影してたんですけど、まあ、東京にもちろん住んでるわけで、あの、一日でも早く入って、同じとこに滞在させようと、まずしてくるんですよ。で、撮影が終わったら、一日でも遅く、僕を帰らせて、滞在させて。 させよようとすするんで,すよで僕はそれを何とか逃げ切っていました他のお仕事もありますし僕は基本家が好きなので <laughs> なるべく自宅にいたいですごい本当に事務所とかをいろんなところを使って来させようとしてそれでも僕は逃げてたんですよ。で京都に入る1日前か2日前に外で僕がお仕事をしていたら外で撮影してたんですよ。したら神切茂之助が歩いてきたんですよ。で っつって,んのって,っていやいやって話になって偶然会って2日後撮影で一緒の人にまず会ってで全ての撮影が終わった後に同じような場所で撮影してたら髪切れのが歩いてきたんですよもう僕も逃げられないんだなこの人からと思ってそんなでもさ今までさ人生でもさ、うん、外で偶然会うことってなかったな<い>じゃん。しかも そう短期間で,期間でこの「大名お父さん」というこの作品に入るところでそんななんか偶然な出会いをしたっていうのがやっぱ神木隆之介さんのなんだろう力なのかなというすごい不思議な縁を感じましたはい神木さんかなり桜田さんにはぐいぐい行ってらっしゃるんですねすぐ帰りながる <laughs> 寂しいのになんで止まってくんないのとんで早く入ってきてくんないのっ,つっていや本当に必死に逃げてたんですけどね でもななぜかかどん縁の仕事前と仕事後でたまたま本当にびっくりしました今日まで言うの我慢してるの大変でしたもん早く言いたかったんですけどこれ逃げらんねえなと思ってもう一生逃げられないんだこの人からと思いました逃がさないよ怖いよさっきもねこの舞台挨拶の打ち合わせがありまして席が8つ用意されててちょっと距離を置いて8つ椅子があったんですけれども神木さん 寄っちゃおうって言ってこう、桜田さんに椅子寄せましたよね。寄せましせね座席指定されましたもん。自由席なのに。えー、ここに、ね。って言われて。でよって,てかったって座った竜がここ座ったら、椅子寄せてきたんですよ。もう逃げられないなと思いました。<laughs> ね、まあでも神木さんないですもんね。<laughs> はい。でもね、先ほどエピソードおっしゃってましたけど。こっちさんもね、さまざまな作品に本当に出てらっしゃるので。最近はそんなことないんじゃないですか、そんな。いやでも、だって去年の11月7万円でしたからね。<laughs> なるほどびっくりしましまたあそれくらいこう変動があるっていうことで,す、ね、うでも,でもその翌月はもうなんか信じられないぐらいバーンって上がったりとかして、うん、も,うもう高低差が本当に激しいからちょっと生活の三段をた何,ですかそのな何て言えばいいのかなあの家計を、ええ、か考えるのがすごく大変。 そうですそうですよ。何の話してるかただね、まあ厄どころとしてはもうそういったこう感情型ということで、そうですね。はい、そうお金の管理はしっかりしないといけない。だからこその悩みがあると。そうですね。ということでいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。セキュラな会計の話、家計の話しちゃって。ただね、ネットニュースの皆さん大好きですから。やめてください。ありがとうございます。